ホラハの秘密基地。これ2003年か。2003年の発売ですね。定価400円。はい。うん、本当ね、このね、きっと可動灯で色分けこそね、職安なんだけど、プロポーション自体は、良くて、ちゃんと塗っちゃえばね、この HG のね、キットをね、並べたもの遜色ないんですよね。うん。本当、当時バンダーさん、こんな冒険心があってね、いいですね。今じゃ絶対出してくんないよ、こんなの。はい。こんな感じですね。はい。入ってねえからね、これ、箱に、袋に入ってねえからね、これ。箱に直接入ってるからね、これ。俺が開けたんじゃないからね、もともとこうだからね。で、説明書も入ってません、箱なんですよ、はい。どうしようかな、下手にカラーがあったから、これ、筆塗りにしてな。でも、まあ、失敗するの分かってるからな。もう一回、ジムをね、筆塗りして失敗して捨ててるんでね。はい。まあ、これ、こんな感じですね。どうもご覧の皆さん、こんにちは。オーナーファーです。オーナーファーです。オーナーファーです。はい、ということでね、これ、6テーク目ですね。うん。これでもしね、ちゃんと撮れなかったらね、もう今週出しませんよな、なはい。もう疲れすぎてね、喋りません。はい、すいません。はい、それからね、本音です。はい。で、今日はね、これをレビューします。はい、軍ですね。うん、ちょっとこいつは置いといて。はい。なんで軍なのって思うかもしれないけど、それはね、私のね、ツイプラ、うん、350だか500だかちょっと覚えてないけど、そんだけあるツミプラのね、マウンテンサイクルからね、この軍をね、発掘したんでね。うん。で、非常にね、発表当時から好きでした。何がいいってね、水中用のね、機体のくせにね、爪を持ってねっていうのがいいよね。うん。しかもでかいしね、これね。400円で、これ頑張ってると思うよ。造形もいいしね。で、動かないんだけど、このコレクションシリーズって、俺別にガシャガシャ動かさねえからさ。もう、昔からだけど。大人になるとね、なおさらなんだけど、ポーズとかね、取らせないね。うん。頭の中で動かすんだよ。何回も言うけど、ポーズっていうのは。うん。頭の中で、この突っ立ちポーズを見て、頭の中でイメージして、想像して、頭の中でポーズを取らせる。それがね、もう大人の楽しみ方っすよ。はい。で、これ、同じ水中用の機体なんだけどね、この前作ったアビスガンダムね。同じ水中用の機体だからさ、並べていいなってのもあるし。うん。で、そのカラーリングなんだけどね、設定通りね、この茶色系統でさ、塗ろうかなーって思って、まあ、揃えたんだけど、色。うん。で、それだけだとやっぱ面白くねえから、設定通りじゃ。うん、ちょっと冒険して、このアビスガンダムカラーが残ってくから、全然。これでちょっと同じ色を揃えてみようかな、それまでかなってちょっと思ってますね、はい。そんな感じですね。うん。ちょっとコメントくださいよ。うん、茶色系統、設定通り茶色系統がいいのか、アビスガンダムに合わせてさ、ちょっと、青と水色がいいのかちょっとコメントください。はい。でね。これね、合わせ目がまあ当たり前だけど、合わせ目が超すげえんだけど、まあ、その合わせ目消す作業嫌いじゃないからね、俺。うん。でね、これ分離します。分離しますっていうか、これ、挟み込みだからさ、うん。そうすると、これ色がさ、塗りづらいから、分けちゃいましたね。で、ここはね、接着します。うん。動いてもしょうがねえからさ、うん、エポキシ系接着剤で固定してつけちゃいますね、これは、うん、さっきも言った通り俺あんま動かさないからね、ガチャガチャでも必要最低限の合わせ目はね、まあこういうとこ全部消しまして、うん、腕とかね、みんな合わせ目があったんだけど消しまして足もね、全部合わせ目こすじがもう合わせ目こすじだらけ、目こすじ舐めちゃった、もう舐めまくった。で、これ、ね、すげえ段差があったからね、黒い瞬間カラーパテでね、埋めましたね。うん。ここはちょっと埋まりようがなかったから。うん。で、まあこのね、茶色系統にしようがね、水色系統にしようがね、やっぱこの、薄い色を塗るときはね、ここね、グレーのままだとね、色を塗ったときにね、思いっきりね、発色に影響するからね、こっちはベースホワイトを吹いてますね。こっちは吹いてないけど、こっちはグレーのままだけど、こっちはベースホワイトを吹いてね、ちょっと色をね、明るくしてますね。はい。こんな感じでね。すげえいいデザインだよね、これね。うん。で、今日ちょっとね、ちょっとあんまね、言いたくなかったんだけど、うん。ちょっと言いたくて言っちゃうんだけど、うん。結構俺周りの人にさ、言われるんだけど、ガンダムマニアいっぱいいっから、俺言われるんだけど、なんかね、ビルドファイターズのね、機体をね、レビューするよみたいなことを言われるのよ。うん。それに関しての、なんだろう、アンサー動画っていうか、うん、まあ言っちゃいますけど今日。で、俺さ、
あのビルドファイターズ系のさ、きっと今までレビューしたことないじゃん、あのモビルスーツ関係のさ。で、あのこういったさ、その美少女フィギュア系のプラモは何度も買ってるし、あのレビューもしてるじゃないですか。まあ作ってないけどさ、あの特にあのスーパーフミナ系とかさ、ハイパーギャンコとか全部買ってんじゃん、全部。あのあとなんだっけ、リンコママとかさ、うん、みんな買ってんじゃないですか俺。うん、その辺はまあ認めてるし、すげえ造形的にもなんかデザイン的にもいいと思ってるし、俺の十分オノペットになると思うんだけど、あのなんだ、ビルドストライクとかさ買ってないじゃん全然。うん、なんで俺買わねえのかっていうと、あのコメント欄でたまにね、あのビルドファイターズ系やってくださいみたいなのあんだけど、たまにで、それに関して全く同じことをねいつも言ってるんだけど、あのビルドファイターズはね僕ね嫌いなんですよ。うん、なんで嫌いなのかっていうと、あの女の子キャラの良さ以外なんかね褒めるところがないんだよね全然。うん、もう内容かな、やっぱ内容がね子供騙しすぎるし、出てくる機体もねデザインが子供騙しすぎて全くね購買意欲が湧かなくて、まあ全然旧キットを買った方がいいですね俺は。うん、でなんか今なんだっけ、アースリーガンダムだっけ、すげえ人気あるよねあれね。あるけど俺全然欲しくねえもんあれ、全然いらない。100円でもね買わない、秋葉で100円で売ってても買わないですね俺あれ。うん、全然いらないわ。うん、であのね一応見てるんだよ俺、あの各なんシーズンもさ、ある程度やっぱある程度見た上で言ってるんだけど、やっぱつまんないんだよね。うん、まああれね子供向けに作ってるからしょうがないんだけどさ。うん、で俺ね、カフェ俺はね実はね、あの V ガンダムがね、あの放送終了間近かな、なんか今度 G ガンダムってのがやって、なんかガンダム同士で戦うよって時にもうふざけんじゃねえよって思ってめちゃくちゃ怒ったんだよ。で当然 V ガンダムが終わってさ、 G ガンダム始まったけど見なかったんだ全く。で飛ばしてたまーに見たんだ暇な時に。でああまあ見れなくもないけど、まあいっかみたいな感じ見てなかったんだけど、あのマスターアジアがドモンの師匠がね出てきたあたりから、あの結構熱烈に見始めた。あのドモンの師匠がすげえこれいいキャラしてんなと思ったのと、マスターガンダムが超かっけえと思って見始めてさ、であの辺からもう怒涛の何シュバルツとかさ、その濃いやつらが出てきてさ、でもうギアナコーチ編あたりでもうバカハマりしててさ、こんな面白いのねえやと思って、で最終回が終わる頃にはもうね、俺が一番好きなガンダムは G ガンダムだってね言っちゃってたんだけど、うん、本当にね G ガンダム好きになって、その G ガンダムっていうワンクッションがあったおかげで、そのアナザーガンダム、ウィングとか X とかさ、あの辺がまあ受け入れられたのかなって思わなくもないんだけど、でそれ以降もね、あのとんでもガンダムで言えばターンエガンダムか、あのデザイン見た時ふざけんじゃねえよって、あの G ガンダムの時と全く同じね、あの反応したんだけど、実際見てみたらさ、ストーリーも良くてさ、実際動くとさ魅力的だしさ、あの立体物としてもさガンプラ手に取るとすげえいいんだよ。で受け入れて、で最終回終わる頃にはすげえタイガンダム好きになってたんだけど、で他で言うとまあシードは結構アスレート俺受け入れてたんで、まあ分かれると思うけど、シードは結構受け入れてたんだよね。うん、モビルスーツの造形がいいからさ。うん、ディスティニーもまあ物語あれうんこだったけど、機体はすげえ好きなんだよ俺。うん、でダブルOもねすげえあっさり受け入れたんだよ。あれも最初からいいと思ったんだよね俺。テイレンとかさ、あの俺戦車とか好きじゃん、テイレンとかはすげえなんか戦車っぽくって、でモビルスーツもなんか結構デザインがね、あのバーチとかさ攻めててさ、キャストオフとかさもうすげえいいなと思って、内容も良かったし機体も良かったし登場人物も良かったんだよ。うん、で、ここ最近で俺の中でねダサくだなと思ったのが、あのガンダムエイジ、あれはまあダメだな。うん、ダメなんだけど、あのビルドファイターズはねもっとダメなんだよ本当に俺の中でさ。うん、本当に女の子キャラ映画見るとこねえなっていう。うん、やっぱそのね内容かな。うん、 G ガンダムってふざけてるようでちゃんとしてるじゃないですか。すげえ重いテーマがあってさ、深いテーマがあってさ、ほんとビルドファイターズ本当にね内情がないよね。うん、何を伝えたいのか分かんない、せいでプラモを買ってくださいっていうのだけは伝わるけど他が何も伝わんなくて、だから申し訳ないけどね、あの今後もね俺ビルドファイターズだけはねレビューしないと思ってくださいね。うん、あのリクエストで書かないでください。あのなるべく リクエストで答えたいんだけど、あのビルドファイターズだけやっぱ作ってたらモチベーション上がんねえとさ、やる気出ないから、うん、ビルドファイターズはちょっと勘弁してください。はい、ってことでね、あ、そうそう、
あとね、これレブラガン買っちゃいました。持ってなかったっすね、これ。持ってなかったわ、これ。うん、持ってるつもりでいて持ってなかったっすね。うん、で値上げしてましたね、400円も。当時は1400円だったんですけど、1800円。うん、だからね、軒並み値上げしてたよ。ビアレスも1200円から1600円とかね、ライネックもね、1400円から1800円とかね、多分400円均一全部値段上がってると思う。うん、パトレーバーのキットはね、800円から一気にね、1300円。500円アップした時の衝撃に近いね、これね。うん、沈没でチンコ。うん、じゃ軽くね、改善しましょうか。うん、こんな感じですね。うん、もうトマトみたいな色ですね。やっぱ見覚えも、なんかプラモ買うとさ、なんかこうやってパーツ眺めんだけど、なんか見覚えが全然ないから、多分持ってなかったの、ほんでね。どっかにね、隠れてるとか、誰かにあげちゃったとかはないと思うんだよね。ま、コンテナの中見たんだけど、なかったもん。よーく見たんだよ。よーく舐めたんだけど、なかったね。うん。持ってなかったってことね。買いました。今回ね。これで、ね、トカマクとかね、トットダンバインとか、どうでもいいね、カラーバリエーションにはね、コンプしたってことだよね。はい。これミスカつけたいですね。不思議なんだけどさ、どっか行っちゃった。これ同じスケールなんだけど、このレプラカン、同じ72分の1なんだけど、これ同じ内容とは思えないんだよな、これ。同じものが、同じ量が入ってるとは思えないんだけど、これ。ね。この大ボリューム、こんなんだよ。同じ大きさの入ってんのって思っちゃうよ、これ。うん、ちょっと。なんか、あれだよね、これ。なんか作って、並べてみたいよ、これね。うん。あ、これバストール。これ。これはね、旧ダンバインキットの中でね、随一のクオリティが起こるよ、これ。ほら。すごくない？これ HG って言われてもわかんないよね、これね。うん、嘘、わかりますよ。500円でね。ほんと、こんなすごいね、いい出来ですよ。成型色が良くて。まあ、塗っちゃうけどね。うん。バストールだけやたら出来良かったのね、昔からね。なんでだろうね。たまたまかな。はい、ってことでね。そんな感じです。はい。ってことでね。あとこれ見せたっけ、俺これ。これマクロス。な、出てきたんだよ、これ。この強化パーツ。この、なんか、ビームキャノンとかついてるのが出てきたんでね。うん。これまたちょっとレビューしますね。ちょっと時間ねえからもう今日はやんないけどね。ってことでね。僕が、ビルド、ファイターズ系が嫌いっていう動画でした。はい。ってことでね。皆さん。次回で軍完成しますんでね。うん。あ、それからビルバインね、楽しみにしてくださいね。もう制作始まってるんでね。はい。ということでね。バイバイ。